無料の駐車場があります。どうせなら日陰に止めようと。これが有名な池。確かに綺麗だけどなんか違う。お、魚がいる。細い通路を歩く。鯉がいる。小さいのも大きいのもいる。神社の敷地内の池なのか。あ、これか。いずる原弁天池。いずる原弁天池湧水は栃木県指定天然記念物であり、環境省が認定する日本名水百選の一つに数えられています。低層の石灰岩を溶解してできた洞穴から湧出する清水によって作られ、年間を通して一定の湧水量2400立方メートル日、水温は16度と安定した清水が地形を形成し、いずる川の源となっています。向こうに道があるぞ。行ってみるか。風穴ほら。風穴なんてどこにある？まあ上まで行ってみよう。
出会ったあの日から恋しくて愛しい思い捧げるラブソング、たあいもない日々も晴れ渡る青春、今会いに行く、今会いに行く、ずっと僕のそばにいて、裏側を通って帰ろうと、涼しい岩の裂け目がある。ここから冷たい風が吹いている。天然のクーラー。ああ、これが風穴ほらか。ああ、風が気持ちよかった。気温39度。ここは駐車場だけど狭いから、車がぎゅうぎゅう詰めになるし、すぐ満車になる。このすぐ左側の小道に曲がると、町の駅の無料駐車場があり、池を見に来た人も止めてよいことになっている。ここにも数台分の駐車場があるけど、すぐ満車になるから止められない。町の駅の駐車場が広くて止めやすいからおすすめ。メリは弁天様のお使いで、長い蛇の夢を見ると幸先が良く縁起が良いと言われています。下剤天とともに優しく皆様をお守りしている白蛇にも、感謝といたわりのお気持ちでご希望のところを何回かさすってあげてください。ますます幸運に恵まれますことと信じます。